この音声は、聞かれている方がそのまま安眠されることを想定して制作しております。そのため、安全かつ他人に迷惑のかからない環境でお聞きください。それでは、本編を開始いたします。ねえ、今日楽しかった？私は楽しかったよ。あ、でも、ジェットコースターはちょっと怖かったかな。くるーって回るやつ。もう心臓バクバクだったよ。あの時に私が怖いって言ったら、キュッて手を握ってくれたでしょ。あれ、すっごく嬉しかったよ。ありがとう。お化け屋敷でのこと思い出しちゃった。なにって、君が私の服ずっと引っ張ってるんだもん。お化けよりもそっちの方が気になってしょうがなかったよ。でも、君の可愛い面も見れてよかったな。もっと好きになっちゃった。到着！って、ちょっとまだ帰っちゃダメだよ。言ったでしょ？デザート作ってあるって。だから、ご飯食べた時にデザート頼まなかったんだから。ほら、うち見て。真っ暗でしょ？誰もいないの。親が旅行に行ってるから、明日の夜まで一人なんだ。だから、心配しないで。ね。座って待ってて。今、準備するから。デザートといえばさ、この前学校に持って行ったシュークリーム覚えてる？あれ、ちゃんと膨らまなくて失敗だったでしょ？だからもう少し簡単なものにしたんだ。じゃーん！ミルクたっぷり杏仁豆腐！ちゃんとプルプルに固まってるし、成功間違いなし！さあ、食べて食べて。どう？おいしい？ほんとに？よかったー。じゃあ、私も食べよう。あ、ねえ、君に食べさせてほしいな。ほら、食べさせてよ。はーん。私も食べさせてあげる。遠慮しないの。はい。最後の一口。ちゃんと口開けて。あー。美味しかったー。ねえ、シュークリームのリベンジできたかな？まだ足りない？もう、君は厳しいな。じゃあ、今度は君が食べたいものを作るよ。あ、でも、私が作れそうなものにしてね。あんまり難しいと、また失敗しちゃうから。さて、どうしようか。私の部屋、行く？うん。じゃあ、行こっか。どうぞ。そういえば、君が部屋に入るの初めてだったね。どう？私の部屋、ドキドキする？冗談。結構綺麗にしてるでしょ？でも、なんにもなくてつまんないかな。あ、これはずっと飾ってるんだよ。ねえ、覚えてる？このちっちゃいぬいぐるみ。覚えてないの？ちょっとショックだな。これは、2回目のデートの時に君が買ってくれたクマさんだぞ。買おう！で、こっちがその次に買ってもらったカバ。なんでカバだったんだろうね。まあ、可愛いからいいか。そして、これが今日買ってくれたウサギさん。これも2つの隣に飾りましょうね。あのね、ここに置いておくとね、寝るときにちょうど目に入るの。いつも寝れないときにはこの子たちを見て君のこと考えるんだ。でも、たまにドキドキしてもっと寝れなくなっちゃうの。ねえ、もう遅いし、今日は泊まっていってくれるよね。明日は日曜だし、いいでしょ？え？ダメなの？バイト？バイトはうちから行けばいいでしょ？せっかく親がいなくて二人きりなのに。じゃあ、どうしたら泊まってくれる？え？耳かき？それでいいの？じゃあ、耳かきしてあげる。なんだか久しぶりだね。前はよく昼休みにしてあげてたよね。のんびりした空気、結構好きだったんだ。ほら、してほしいっていつ言われてもいいように、カバンに耳かき入れてるんだよ。さあ、始めましょう。まずは、どっちから？右？じゃあ、右耳上にして。ほら、正面向いてたらできないよ。ねえ、早く。そんなにじっと見ないでよ。なんか、恥ずかしくなっちゃうじゃない。かわいいって、もう、意地悪なんだから。早く向き変えて。じゃあ、改めて右耳から始めるね。じっとしてなくちゃダメだよ。久しぶりで緊張してるんだから。まずは周りを。周りはそんなに汚れてないかな？ん？気持ちいい？よかった。少しずつ耳穴に近づけていくよ。ほーら、やっぱり動いた。強くこすっちゃっても知らないよ。でも、ちょっと思い出してきたかも。あはやっぱりここだ。君が好きなところ。ここ触ってあげると、体ごと動いちゃうんだよね。ああ、ごめんごめん。動くなって私が言ったのに。だって、ピクって動くの可愛いんだもん。じゃあ、穴の入り口のところをやっていくね。よし、きれいになった。奥は危ないから、じっくりするね。ゆっくり入れてくよ。右耳おしまい。もっとしてほしいの？じゃあ、もう少しだけ。これでいい？うん。あ、待って。びっくりした？でも気持ちいいでしょ？さあ、次は左耳ですよ。反対向いて。ちょっと、ほーら、お腹に顔つけないの。くすぐったいじゃない。あ、もう少し右向いて。うん、これくらいでいいよ。じゃあ、こっちも周りから行くね。気持ちいい？耳穴に近づけていくね。きれいになってるよ。耳穴の入り口もきれいにしようね。大きめのが取れたよ。この調子でどんどん取っていこうね。次は奥に入れるから動かないでね。じっとして。あ、いいのが取れた。最後に仕上げね。よし、これでおしまい。最後は、お疲れ様でした。綺麗になりましたよ。久しぶりだったけど、上手にできたかな。本当？私も嬉しいな。ねえ、また学校で耳かきするようにしない？だって、横になってる君を見るの、可愛くていいなって思うから。あ、でも耳かきっていっぱいすると良くないかな。なら、膝枕だけでもいいよ。これだけで私は十分幸せだから。ねえ、先にお風呂入って。その間にお布団出しておくから。着替えは、私のブカブカ T シャツでいいよね。うん、それならきっとちょうどいいと思うから。お風呂場案内するね。はい、これタオルと着替え。着てるのはそこのカゴに入れておいて。え？一緒に？ダメ。だって、うちのお風呂二人じゃ狭いから。大きいお風呂があるところに連れてってくれたら、一緒に入ってもいいよ。あ、今想像した？もう、エッチなんだから。じゃあ、準備しておくから、何かあったら言ってね。あら、早かったね。やっぱり人の家のお風呂は落ち着かなかった？ T シャツ、君でもちょっと大きいね。私だともっとブカブカだけど。私の服を君が着てるのって、なんだか不思議。ちょっと嬉しいかも。ん？布団？ああ、出そうと思ったんだけどやめちゃった。私のベッドで一緒に寝ればいいかなーって。一緒に寝るの嫌？ねえ、いいでしょ？いい？ありがとう！じゃあ、私もお風呂入ろうかなー。あ、その前にマッサージしてあげる。いいから。足伸ばしてみて。ほら。ふくらはぎがこんなに張ってる。今日はいっぱい歩いたもんね。にしょ。どう？気持ちいいでしょ？次は反対の足ね。むしょ。で、仕上げはこのクリーム。男子ってこういうのを使わないからわからないと思うけど、スーッとして気持ちいいんだよ。いい香りもするしね。ちょっとひんやりするよ。顔緩みすぎ。そんなに良かった？これお気に入りなんだ。ちょっと高いんだけど、よく肌に馴染むからベタベタしないの。これ塗って学校に行っても注意されたことないから匂いもセーフだしね。へーって。これは女子にとってすっごく大事なんだよ。いい香りでも注意されたら使えないんだから。でも、一番の理由はね、違うの。初めて使った時に、君がいい香りって言ってくれたからなんだよ。へえ、覚えてないの？本当に言ってくれたんだよ。じゃあ、今日はこの匂い、ちゃんと覚えてね。私の部屋に初めてお泊まりした時の匂いだよ。はい、足おしまい。背中にも塗ってあげるね。で、入れるよ。んしょ、んしょ。大きい背中。じっとしてて。なんだか抱きつきたくなっちゃった。ちょっとだけこのままでいさせて。君の背中、あったかい。あ、いけない。私、寝ちゃいそうになっちゃった。抱いてたらなんか安心しちゃって。私もお風呂行ってくるね。あ、私がいないからって、いろいろ見たりしないでよね。そういうことで気持ちが冷めちゃうことだってあるんだから。絶対、ダメだよ。わかった？うん。じゃあ行ってくるね。お風呂上がったよー。あれ？寝ちゃったの？じー。つんつん。寝ちゃいましたか？ほっぺ動いてる。もう電気消しちゃっていい？聞く前に消しちゃった。もう少しそっちに行ける？ありがとう。二人だとちょっと狭いね。でも、くっついていられるからいいか。腕枕？いいよ。疲れちゃうでしょ。それよりも、ぎゅーってしてほしいな。せっかく一緒に寝るんだから。なんだか嬉しいけど、ちょっと恥ずかしいね。シャンプーの匂いする？今日は同じ匂いだよ。それも嬉しい。いつぶりだろうね、こうして寝るの。あ、なんとか彗星見るって、公園に行って、そのまま寝ちゃった時以来かな。君がバイト終わりに家に来てくれてさ、ねえ覚えてる？結局肉眼じゃ見れなくて、そのままベンチで寝ちゃったんだよね。あれって、もし誰かに見つかってたら、補導とかされてたのかな？そう思うと、結構危ないことしてたよね、私たち。でも、君といると、そういうの全然心配じゃないの。なんだか、一緒にいれば大丈夫って、理由もないのに思えちゃうんだ。ちょっと重いかな。でも、嫌いにならないでね。私、一人になるの嫌だから。ずっと一緒にいてね。ああ、暗いのに目が慣れてきた。私の顔、見える？私は見えるよ、君の顔。いつもニコニコで優しい顔。本当に大好き。そういえば、君から好きってあんまり言ってくれないよね。知りたいなぁ、私の好きなところ。うん。うん。あとは？全部？ちょっとずるい気もするけど、まあいいや。ありがとう。私も全部好きだよ。あ、一つあった。直してほしいところ。いつも待ち合わせ時間ギリギリか、ちょっと遅れてくるところ。あれは直してほしいな。来るの遅いと心配になるし、待ってばっかりも大変なんだぞ。これからは時間守るようにしてくれる？よし。じゃあ全部好き。だーい好き。ねえ、私の顔、もう見える？じゃあ、お願いがあるんだけど、いいかな？ね、頭撫でてほしいの。ダメ？してくれる？ありがとう。こうしてもらうと、なんだか安心する。君に守られてるって感じ。このままずーっと一緒にいられたらいいのにね。はあ、もうすぐ今日が終わっちゃう。寝て起きたら、楽しかった今日はもう終わっちゃうんだよ。それってちょっと寂しいな。ねえ、聞いてる？寝ちゃったの？あ、起きてた。すっごい眠そうな顔。もう寝ていいよ。疲れたでしょ？私も疲れたけど、君が寝るまでは寝ないよ。だって、先に寝ちゃったら、君の寝顔が見れないでしょ？私の寝顔？それはいいよ。変な顔で寝てたら恥ずかしいじゃない。変な顔で寝てても嫌いにならない？じゃあ見ててもいいけど、黙っててね。やっぱり恥ずかしいから。私も君の寝顔のことは誰にも言わないよ。だって、こうして一緒にいることは、私たち二人だけのものだから。あれ？今度は本当に寝ちゃった？かわいい顔。子供みたい。付き合い始めて結構経つけど、こんなに仲良くなれるなんて今でも信じられない時があるんだ。私は君のことずっと遠くで見てることしかできなくて、あの時の放課後に君が話しかけてくれなかったら、きっとこんな風にならなかったろうね。それからよく話すようになって、君に好きって言われて、私嬉しくてすごい泣いちゃって、君のこと困らせて、私が泣き止むまでずっと優しく抱きしめてくれて、今日だって遊園地に連れて行ってくれて、いつも君にしてもらってばっかりだね。私は君のために何かできてるのかな。君はあんまり口に出して言わないから、ちょっと不安になる時もあるんだよ。でも、これから先も君に甘えちゃうんだろうな。やっぱり好きな人には甘えたいから。あ、ちょっとニヤニヤして聞いてたの？もうひどいよ、意地悪。でも今言ったことは本当だよ。私にできることは言ってね。その分、これからも甘えちゃうけど。いっぱい喋ったら眠くなってきちゃった。もう寝よっか。うん、このままくっついたままがいい。じゃあおやすみ。また明日。